2022-23ヨギボー B リーグ第7節サンフレッチェ広島レジーナ対アルビレックス新潟レディースの一戦です。まずは前半6分、この北川一度道上に合わせてもう一度ラストパスから神尾延、この道上からもう一度戻ってきた北川、優しいパス、最後は神尾延が合わせました。走り込んでいたところよく見ていました。12分です。12分、この白井のボールゴール前に行ったんですけれども、最後は佐山がブロック。白井姫野のクロスボールですが佐山よくブロックしました。さあ後半、今度は新潟滝川ドリブルで仕掛けて自分で打っていきました。最後は広島のキーパー好みの正面でしたけれども、ゴール前積極的に打ち抜いていきました滝川夢。そして58分のシーンです。今度は広島中島、ボールを持ってドリブルで持ち込みます。そして中島そのままシュート、惜しくもクロスバー、切り返してこのシュート力です。中島吉野何本もゴールマウスに迫りました。さあそして今度は広島、金賀から滝沢、そして柳瀬のボールから頭で合わせていって大内です。この柳瀬深いところからのクロスボール、ゴールを背負う形で大内が頭で合わせました。これで広島同点とします。そして76分、今度は上野、この位置からシュートを打ちます。技ありのトラップからでした。このシュート惜しくもクロスバー。そしてアディショナルタイムに入ってからです。コーナーキック、小川のボールに谷口好美が合わせました。途中出場の谷口好美、起用の期待に応えまして2対1、これが決勝ゴールとなりました。ヨギボーウィーリーグ広島対新潟は2対1、サンフレッチェ広島レジーナが第7節を制しました。